これで終わっちゃいますかね。どんなもんでしょう。それでじゃあ110番これで終わっちゃいますね。じゃあ最後にって言ったらこれやっていただいて、はい、それでもう時間ももう本当にだいぶ過ぎちゃってるんで、あと5分しかないから本番まで。じゃあこれで、いやじゃあ110番は、110番は緊急だけですよ。免許の書き換えについては110番しちゃいけませんね。だって 35% 三田さんいるんだってよ。まさかと思ったけど本当にいるんですね。じゃあそうだ、金取れ。
こんばんは。12月8日午後7時になりました。215回のしゃべくりバサロですね。今日の松代というよりは、私びっくりしたんですね。さっきね、うちに帰って夕刊見ましたらですね、徳島県で雪だ。ほんでね、600何人ですね、慌ててね、メモったの忘れてきちゃってね、今頭の中に入ってるのを言ってるんですけどね、600何人がね、孤立してる。それから道路がね、なんか寸断されたって。でヘリコプターとなんか自衛隊が出て、救助に当たってる。徳島県四国でね、雪降ってもうびっくりしてますね。もう地球どうなっちゃうかというふうに思ってるところなんですが、そんな風で、しゃべくりまつろいつも通り生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、長野南警察署町路交番のですね、署長の小林秀夫さんにおいでいただきました。小林さん、よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。ね、私はじめなんか余計なこと言っちゃって、時間過ぎちゃったんですが、小林さん、ところで警察の方なんですけども、はい、この警察というようなその大変なお仕事をどうしてされたんですか。宮本さん。はい。それがですね、どうしたんですか。私の子供時代のことなんですよ。まだ10年ぐらい前のことですか。あ、違うか。はい、いや、もう40数年前になります。ある日突然先生からですね、秀夫君、はい、取ったもん出しなさい。あらあら、こう言われちゃったんです。泥棒に扱いされたんです。そうなんですよ。あらららら、子供の頃に心が痛みまして、あ、それは家へ帰っても親にも言えなかった。あら、これが今でも心に残ってると。そういうことで取り調べなどにですね、この自分の体験を生かしてきたところですね。なるほど、はい、やっぱりその子供さんの頃にそういうふうにね、こう、あ、なんだ、罪なき人を落とし入れというか、なんだっけ、あの濡れ衣に着せられて、はい、それで傷ついた。で、その傷ついた心を持って、でその心を今持ち続けて、弱い者の立場の立って弱い者を助けると、そういう思われさん。あ、素晴らしい。そういうおばあさんでね、はい、頑張っております。よろしくお願いします。ところで、はい、今日のタイトルなんですけども、騙される方が悪いのかというショッキングなタイトルなんですけども、はい、特殊詐欺でございます。特殊詐欺、はい、じゃあ特殊詐欺について、お話ししていただけますか。宮本さん、はい、どのくらいあると思いますか。全国で、長野県、はい、全国で、全国でそうですね、150から200円ぐらい。もっとあるんですよ。500。当たり。500件ぐらい。500億円くらいでございます。500億円。そうです。500億円という大金がですね、悪い連中のところに行ってるところなんですよ。はあ。500億円ですか。そうなんです。この松代はどのくらいあると。松代はないでしょ。そうなんです。ない、ね、今年のですね、9月までは私、ね、それぞれ公演等で、うん、ないですよ、ありませんと、うん、こう申してまいりました。松代ないです。緊急ニュース。うん、宮本さん、なに、まさか松代あるんですか。10月と11月に発生しました。え、松代あったんですか。10月には一件1000万円、11月には一件100万円、それぞれ振り込め詐欺でございます。え、本当に被害に遭っちゃったんですか。遭ってるんですね。あら、どうして被害に遭ったかというところで、うん、今日は皆さんと一緒に特殊詐欺の組織について話してみたいと思います。これがそうなんですか。はい、なんか会社みたいじゃないですか。ここに金主というのがございます。ああ、社長。これがオーナー。ああ、要はビルを借りる、はい、資金ですね、はい、そういうものを全て提供して、はい、表には出てこない存在です。その下には番頭。ああ、やってもらっていいですか。これがですね、実質的な支配者です。はい、その下にかけ子、はい、ここですね、これが皆さんのお宅に電話をかけてくる。ああ、悪い連中ですね。ああ、またお金を受け取りに来る受け子、はい、ATM から
お金を引き出す、はい、出し子、こういうようなピラミッド型でございます。本当に宮本さんが、はい、ピラミッド型組織なんですよね、ですから皆さんのお宅に電話がかかってきた時はこういう連中と対峙してるという、こういうことなんですね。もうプロ集団、詐欺っていうか騙すプロ集団ですよね。その通りです。私でも騙されてしまうかもしれない。ですよね、このね、はい、騙すプロだもの。そうなんです、我々素人は騙されちゃいますよね。それで特殊なのがですね、はい、ここに道具屋っていうのがございます。道具屋って、宮本さん何だと思います？劇の道具、小道具、大道具じゃないですよね。そうですね、道具だから罠です。これはですね、道具屋と称して、他人名義の携帯電話を調達してくる、はい、他人名義の口座をですね調達してくる、こういうものを調達してくるということで道具屋なんです。ただこいつのですね、悪質性っていうのがその下にある名簿、シナリオですね、これを作って徹底的に仕立て上げる。あ、そのシナリオを作るのもプロがいるんですね。この道具屋がやるんです。それで研修会というものを催しまして、はいはい、約10名くらいの若者を一つの部屋に、はい、まあ軟禁とは言いませんけど、缶詰にしまして、はい、シナリオですね、はい、徹底的に覚え込させる。そういうことをしてこの組織が成り立ってるわけなんですよ。いや本当に大会社の本当に新入社員の教育ね、新人研修みたいですね。その通りです。自己啓発セミナー的なところもありまして、自分の夢を語らせる、あるいは一体この組織でお金をし得て自分がどういうふうになるんだという、そういう設計までさせているんです。あらららら、いやそれはまあまあ本当に今のね小林さんのお話をお伺いすれば、騙されちゃって普通ですね。そんなにもうプロの集団が寄ってたかって、こう一人ね相手にさせる。なんで騙されてしまうか、はい、ですね、はい、すいません、はい、ここにございます、はい、正常性バイアス、はい、これまあ偏見ですとか先入観という意味なんですけれども、はい、要はですね、皆様方のところに電話がかかってきた時に、はい、まさか私のところには電話なんて来ないだろうという、そういう思いが頭の中で巡らす、うん、そう思いますよ。こういうことになるんです。まさか自分のところ来ないだろうと。ですのでこれによって相手の一言を信じてしまうと、あとはダダダダと言ってしまう、とても怖いところなんです。ですのでよく講演で話をするときに、騙されない方と言いますとですね、これを挙げてます。騙されない方、はいってあげます俺。そういう方が一番危ない状況。あ、そう。宮本さんもぜひ先に言ってくれればよ、それ注意をしていただきたいと思います。入ってあげて、私手入ってあげたらそういう方が一番危ねって、なんか詐欺みたいですね。詐欺みたい。詐欺みたいじゃないですか。気をつけていただきます。はい、わかりました。いや、もう騙されてますね、私もね。はあ。ちょっと事例一つよろしいでしょうか。あ、はい。これ他県で実際にあった話なんですけれども、はい、60歳代の女性 B さんです。はい。まあ、簡略に話したいと思います。はい。10年前にですね、はい、外貨購入の話を持ち出されて、はい、100万円を騙されたという。あ、まあ、その時は弁護士を入れてですね、ある程度の金は回収したということがあります。はい、その5年後にですね、はい、今度は金融詐欺被害救済ということを謳ったものからですね、やはり電話があって140万円をですね、また取られちゃうんですか。払ってしまうということですね。まあ非常にというのも名簿が流出してるんですよ。被害に遭った方の名簿も出てるということなんですよね。なるほど。そしてこの夏、ちょっと読んでみたいと思います、はい、もしもし、
あなたの個人情報が流出してます。今度個人情報になります。その個人情報が中国の巨大な暴力団に握られているようなんです。あら、こういう話ですね。それで実際にあった尼崎事件、男女十数名が監禁されてね、死亡する、殺されるという、そういうものも連中がやったんだというね、こういうことを案に示してる、こういうことを付け加えるわけですね。そうなんですか。それでこの連中はですね、その後またかけてくるんです。またやってるんですか。はい。あら、というのも名簿が次から次へと渡っていって、別の組織から出るのかと。じゃあこうブラックリストみたいなこう流し、裏で流して。そうです。それも一件何十万とかという金額になるわけですね。そのように負の連鎖のつながってということもあります。あ、そうなんですか。わかりました。気をつけなきゃいけないですよね。そうですね。 B さんは本当にかわいそうですよね。翔さん、突然ですけど、はい、あの警察の方、来年のカレンダーに、はい、あの白鷺って詐欺が帽子かぶったカレンダー作ったじゃないですか、はい、あります。警察の方がね、そんな洒落たカレンダー作ってね、さっきのね、ミヤンモンだとしてるわね、はい、止まっちゃいられない、負けられない。じゃあ私も作ったんですよ、さっきのね、鶴さんとおばあさんがいましたね、はい、鶴さんが詐欺にあってカモになっちゃったというね、大変なことですね。いけましたね。詐欺というのは本当にこれは悪質な犯罪でございますので、テレビを見ている皆様、ご家族の方にですね、電話には出ないようにしていただきたいんです。そのためには留守番電話サービス機能付きの電話に変えていただく。ああ、そうですよね。ない場合はたとえ似たような声であっても一度電話を切る、この強い意志を持っていただきたいと思います。そうすれば一件でも減る、と確信すると。ああ、そうなんですか、はい、ということで、まあね、もう、年末になってすぐ年取りになるんですけども、はい、ちょっとね、時間もなくなってしまったんで、交通事故とかね、事故についてちゃっとちょっとお話ししてもらっていいでしょうか。松代はですね、はいはい、今年の1月25日、豊坂で死亡事故がありました、はい、5月10日、はい、これは神田川の欄干に若い女性がぶつかって、うん、死亡するという2件目の事件がありました、はい、また7月20日、これはですね、自転車の方がインター近くの歩道上で死亡するという、うん、電柱にぶつかってしまう。そこで見ます。はい。お、緊急ニュース。また来ました。また来ました。来ました。12月5日、はい。あ、先日でございます。ニュースでありましたよ。豊坂で亡くなったんですよね。そうなんです。すいません。あのニュースで出ましたんで、私も見ておりましたね。で4件。4件発生しております。4人松代で今年亡くなったんですか。亡くなってるんですね。非常に。死亡事故が多発した年でございます。年末まだ残されておりますが、事故に遭わないように一つよろしくお願いします。それ、所長さん、さっきのあれですか。それは何か、それ出し忘れてしまいました、ね、いい、まあ、このようにですね、はい、松代交番では速報を作りまして、ね、また配布する予定でございます。ですのでシートベルトは必ずやる、ね、そうですね、はい、お酒を飲んだら車を運転しない、はい、本当に当たり前のことですよね、はい、それを徹底していただければ事故を防げると思います。時間もなくなってしまったんですけれども、何か最後に一言だけ何かありますか、はい、はい、うちの上司から、はい、これだけはやってこいと言われてきました、はい、正しい110番の仕方、正しい企画は110ってやればいいんじゃないですか。その通りです。で、はい、私も知ってます、はい、というのも、はい、長野県警察では1月10日を110番の日としてですね、はい、正しい110番のかけ方というのを
広めております、そのうちこの110番通報の 35% は、いたずら電話と、普通の免許の更新日はいつか、あるいはどういうふうにしたらいいのかという相談案内という、こういうものが 35% 占めてるんです。え、本当にですか、はい、そんなに。110番ですよ。そうなんです。110番ってば、事件事故110番、そこに免許のことを聞くんですか、110番で聞いてくるんですね。ですので、そんな人本当にいるんですか。そうなんです。あら、相談事があるときはシャープ9-110という番号がございます。一つ皆さんそちらをご利用していただきたいと思います。110番は緊急の時だけですよね、ということですよね。その通りです。わかりました。じゃあ最後に、110番は緊急だけですとね、はい、他のところはシャープの、9110です。9110、普通のところはね、緊急でない場合はシャープの9110を回していただくと、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。ということで、時間もだいぶ過ぎてしまったんで、小林さんどうも今日はありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。緊急ニュース。どうしたの？緊急では真似してね。真似してんの。はい、真似してる。楽しいね。緊急ニュース。はい、緊急です。お願いします。はいはい。ね、今度松代の先人ゆかりの地を巡るっていうのでね、はい、夢空間がまたやります。はい。日にちがね、12月13日、これね、やります。土曜日ですけどね。はい。はい、松代城で、街歩きセンター集まってもらうかな。スイッチ入って。うん、街歩きセンターでね、集まっていただいて、回るようにいたしますので、ぜひ参加いただけたらなというふうに思います。はい、真っ白なら結構いろんな人が出てるのね、そういった人のところを回りますんでね、また勉強になるかなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。はい、ということで、なんか音が入ってないんですか。はい、大丈夫です。大丈夫です。はい、はい。はい、じゃあ、大きい声で。うん、了解です。じゃあこういうふうにした方がいいな。こういうふうに、こういうふうに、はい、いいのいいの、これでいいの。はいはい。でね、あまり近づかせないで、それで、はい、来週、はいはい、なんか言ってくれなきゃ。ああ、来週。かぶってる、かぶってる、かぶってる。かぶってる、かぶってる、かぶってる。はい、来週はね、来週は、はい。しゃべくりまっしろ、はい。216回、はい。ね、和田万里さん。聞いたことあるじゃないですか。知ってます。知ってるでしょ。よく存じ上げております。でその方にね、ちょっと出ていただく。はい、でね、やっぱ俳句をね、やってらっしゃって、あの句集をちょっと出版したっていうんで、はい、そのお話をね、ちょっとお聞きしようかなというふうに思います。パーソナリティは皆さん。私でございます。ました。はい。お願いします。はい。来週ぜひ見ていただきたいと思います。はい、それでは来週のしゃべくりましろ、どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。